井上尚弥の階級上げに関してアマチュア経験が豊富で、プロでは IBF 世界スーパーライト級、WBA 世界ウェルター級の2階級を制した。元王者のマリッチは、いずれはフェザー級で、井上を見ることになるだろう。ただ、バンタム級からスーパーバンタム級に、上がった時ほど早く階級を上げることは、ないと思う。少しゆっくりしたペースで、少しずつ階級を上げていくことになるだろう。と語った。また、マリッチ氏は、階級を上げるという絶え間ない圧力はやめるべきだと思います。なぜならこれがボクシング界でパフォーマンスを向上させる薬物が蔓延している最大の理由の一つだからです。井上がスーパーバンタム級まで到達するとすぐに次の階級で何をするかという話になる。そういった圧力はやめろという。井上のフェザー級転向に関してはトップランク者のボブ・アラム CEO が来年にもフェザー級に上げることを明言している。井上はこれまで4階級を制しており、フェザー級で王座を獲得すれば5階級制覇王者となる。プロボクシングはドーピング規制について後進的なスポーツの一つだ。日本ボクシングコミッション JBC は2024年6月14日アンチドーピング規定を15日から発行すると発表した。日本国内における公認世界タイトルマッチに出場する選手らに適用される。違反選手には無期限の出場資格停止などの処分が課される。世界タイトルマッチだけが対象だ。 JBC は WBA 世界スーパーフライ級王者の井岡一翔の2022年大晦日の試合の際の尿検体から WADA の基準値を下回る微量の大麻成分が検出されたことなどを受け、ルール策定を協議していた。井岡は潔白を主張。 JBC はドーピング違反していないと判断したが、ボクシング界を代表するボクサーが違法に大麻を使用しているという疑念を生じさせた。ボクシング界への信頼を維持するように努めなければならない義務を怠り、倫理規定に違反したと戒告処分を課した。なおドーピング検査の費用はプロモーターの負担となる。確かにマリッチの言うように体重の重い選手に勝つことに高い評価をするのはドーピング問題と関わってくるのかもしれません。ボクサーとしての評価は適正な体重で戦った試合で判断すべきなのでしょう。井上尚弥選手には世間の圧力を気にせず自然に体重を増やして適正な体重での試合を望みます。井上尚弥に幸あれ。あなたはどう思いましたか？コメント欄で話し合えたら嬉しいです。